はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、ありがたいことに、クラウンアスリートですね。こちらかっこいいね、これパールのクラウンアスリート磨きコーティングご依頼いただきました。ありがとうございます。今ね、とりあえずタイヤの方の、鉄粉落としやりながらホイールのコーティングの方も、ご依頼いただいたもんで、今ホイールの方やってました。ちょっとホイールの方行きますね。今日はホイールまでやらせてくれなって言われたそうなんですね。今日はもう今声が入ってたかな、今日はホイールの方もご依頼いただいてなんでね、これね、ケンちゃんね、これこういうこともやってくれるんだっていう今、テップ落としもう終わってね、ビフォーアフター撮ってなかったの、ケンジ、また、まあ、終わってからのしかいつも撮ってねえな、最近ないいね。今こういう風に撮って編集をするの、あ、そうです、そうです。もうね、なんだろう、ちょこちょこ撮りながら、うん、で、あと、まあ、切ったり貼ったりして、うん、やってる感じですね、うん、こちらいいね、ケンちゃん、どう？いい感じ？いい感じにしないとまずいでしょ。いい感じにしないとだろう。じゃな、いい感じにしないとな。そうそうそう、ホイールコーティングもご依頼いただいちゃったんでね。お金もらえないでしょ。そうだな。ちゃんといい仕事しないと。お、いいね。宇治川までちゃんと塗り付けする。完璧だね。いいですね。表面にこだわらずね、宇治川までね、見えないところまでやんないとね。さすがだね、ケンちゃん。これは特別なんで。あ、これ特別。特別。開発してるのは特別。ああ、なるほどね。いいね。こいつもアートンちゃんお前言ってな。外装磨きコーティング。表面楽しそうだな。何？いや、お客さんが面白いから。ああ、いいお客さんでよかったな。ありがとうございます。ケンちゃん。引き続き頑張ってお願いします、はい、いいね、だいぶ綺麗になってるね。なんでここからあと、これはまだコート剤塗ってないんで、コート剤を塗り付けします。まあ、あれはもう塗り終わってるやつね。ケンちゃんのホイール磨きコーティング、まあ磨きっつっても、まあ、ただ鉄粉落としだけだね。なんで表面のコートやってます。はい、とりあえずタイヤ終わったらあと車ね、お願いします。今ね、下回りの撮影許可頂戴いたしました。無事でこのモデルのね、クラウンアスリート入荷することほとんどないんで、こんな新しいやつなかなかね、無事で取り扱いやれないんで、せっかくなんでね、下回りちょっと撮らせていただきたかったんで。いや、いいね、これめちゃめちゃ綺麗だね。いい感じ、いい感じ。マフラーもほんと全然錆もねえし、はあ、綺麗だな。サスペンション、クラいいね、痛み一つない。綺麗な状態です、本当に綺麗。東北の車だともうちょっと傷んでるようなイメージがあるかな、うん、でも全然錆もねえしね。いや、綺麗だ綺麗だ。ブレーキとかもね、一応綺麗な車です。何にも悪いとこないね完璧、ほんと完璧何にもないね、何にも悪いとこない。いい車だな。アスリート。俺セダン好きだがんな。本当に。だな。このモデルはやっぱ高いからね。まだね、あんな簡単に買わんにくいぞ。お店に並べてみたいけどね。いつか同じね。このモデル。まあ一回だけ買ったことはあるんだけどね。一回だけだね。一回だけ。じゃあ基本的に低価格車専門店ピースなんでね、こういう高価格帯の車はなかなか仕入れ難しいですね。よし、まあ、とりあえず下回りもね、
ちょっと撮ってみたんで、こちら。あとはまあうちのケンちゃんに、ナイスなんと外装か、磨きコーティング。でもガワンホール非常に綺麗です。鉄粉も下から見ると余計曲がりやすいけど、これね、鉄粉とかあったりするとひどいんですけど、鉄粉もほとんどないね。全然ない。磨く前の状態から、ほんと綺麗な状態なんで、これ。鉄粉ない。表面の艶出しやってのコーティングで終わりそうです。でもありがたいね、こうやってほんとわざわざピースね、ここまで来てもらってさ、磨きコーティングやらせていただいて、今日に限ってはホイールの方までねやらせていただきましたよ。ほんとにありがたい。ケージも楽しそうにやってるね今日はね、あとこちら1号系のクラウン、1号クラウン、これも渋いね。先日ご制約いただいたクラウンで、フィルム貼りの方やってました。とりあえず、後ろの左右の方フィルム貼りは完了いたしました。いいね、完璧で、今から後ろのフィルム貼りになります。ピースで、まあ、ご相談いただければ、こんな感じのスモークの針なんかもやってます。まあ、ただね、うちは、ガラス屋でねんで、完璧な施工はちょっと難しいかもしれないとりあえず貼ってあればいいやぐらいの感じで、まあ、検討いただければ。値段的にはね、なんでプロのガラス屋さんよりは安めにはやらせていただいてます。いくらが空気入っちゃう可能性があるんですね。難しいんだね、これ。本当に難しくて、まあ、だからいくらが空気入っても、まあ、この辺はご愛嬌だと思っていただける方、ご相談いただければ、ね、やらせていただいております。今回こちらのクラウンに関してはいくらが空気入るのはご理解いただいてました。まあ、なんせ、後ろのフィルムはやらせていただきます。脇はもう OK です。どうしたケンイチ、何も見てたんだ。何も見てない。おめえちゃんとやれよ、おめえ何を見てたのかな。何何はい、終わったんだな、はい、じゃああとは磨きコーティングですね。いいね、ケンちゃんね、今日も洗うのに、これ洗うのにコーティングやっちゃった。表面もう一回、あと最後に塗り付けしたらいいんじゃない。ダブルコーティング、いいね。タイヤ運ばないな。はい、じゃあケンちゃんお願いします。かっこいいバイクでご来店のお客様か、本日山形の方よりツーリングがてら2台で来ていただきました。あちらの方に行きたいと。どういうバイクなんだろうね。俺あんまりバイクのこと詳しくなくて。よしよし、かっこいいな、これ。マフラーとかも社外品。はい、タイヤの方終わりまして、今磨きの方入ってます。鉄粉とか全然ない車だったんでね、表面の艶出しで大体できちゃう感じですね。特に目立つような傷とかもなかったんで非常に綺麗です。先の状態が本当に綺麗な、もう本当に手入れされてる状態の車でしたね。まあまあ一応ね、表面の艶出しをやってからコート剤の塗り込みってことで今回やらせていただいてます。ケンイチ、ここ最近ね、ほんと毎週毎週磨きのお仕事入ってありがたいです。かっこいいね。あととりあえずね、全面磨きをやってもらって、あとコート剤の塗り込みの時にもう一度取ってみようかと思います。タイヤもいいね、タイヤもテロテロ綺麗になりました。いい感じ。はい、今ね、ケンイチの方で、磨きの方完了いたしまして、
最後硬糖剤の塗り込みをやってもらいます。もう検診毎週やってっかんな最近な。ああ、磨きコーティングのケンちゃん、ケンちゃんコーティング、あれ硬糖剤どこにあったの。硬糖剤よかった、かわいい、かわいい、なるほど。検診の邪魔すると大変だからな。いいね、ケンちゃん、今日も今日の仕上がりはどうですか。ね、今日元が今日シャチ作りがここ最近でだいぶ楽そうな感じが血粉もなかったし、ね、傷もなかったしいいクラウン、いいね。音がね、綺麗な状態の車だったんで、まあ磨きを入れて、いくらか艶の方は多少の差は出るとは思うんですけどね。ただもともとテロテロでした。でもありがたいです、本当にありがたい。わざわざね、うちの方まで来ていただいて。はい、それとこちらのね、ポルテ、これ先日ご制約いただいてるやつね、介護の会社さんの方で購入していただいたポルテでございます。今ね、点検の方やってました。下回りね、曲げてたタイミングでせっかくなんで取りたかったんで。いいです、マフラーとかもほとんど錆もないね、綺麗だ、いい感じですね。ブーツとかもね、特に亀裂が入ってるとか割れてるとかもないし、いいね。こんな感じでとりあえずポルテの方、点検の方進めます。結局エンジンオイル交換ぐらいで、うん、いいですかね。そのぐらいであとは大丈夫だと思いますどうしたんですか、どうしたんですか動画に出れない身分なので今日もモザイクは自分でやりますモザイク処理かけないんでいいですか今日もたっちゃんに助っ人でお願いしましたはい、今日は森くんも出てました、いつもありがとう なで、森くんに今タイヤの、交換お願いしてます。あれね、昨日中古タイヤ回転さんの方から入れてもらってたやつで、ありがたいことにね、今日もお客様の方でタイヤの方購入来ていただきましたね。ほんで、新品のタイヤをくっつけるってことで、今タイヤの向き替えをやってもらってます。これ14インチのやつにブリヂストンネクストリーですね、155-6514の新品タイヤ、ホイールは中古なんですけどね、こちらで付けさせてもらって2万円に消費税で、販売させていただきます。この辺のちょっと傷かな、これホイールは中古だから、この辺はご勘弁いただければと思います。今うちの森くんにしっかりと向き替えやってもらってます。森くん、虫の交換やった？あ、やります。あ、やった、あ、そうそうそう、いいよ、やってもらっていいよ。無事でね、ここのタイヤ交換するときに、この虫は全部ゴムのとこを新品に交換してから、取り付けしてもらす、あ、してます。一応ね、ここタイヤ交換してここのゴムが切れてるとすぐエア漏れになっちゃうんでね、ここは新品に全部入れてます。あ、じゃあ引き続きお願いします。はい、はい、ナビは誰や。あ、ナビはそう、志賀さんが出てきてから、うん、明後日、はい、けんちゃんコーティング、いいね、けんちゃん、うん、いや、もうちょっとで仕上がりますね綺麗に仕上げてください、はい、なんだ、今日はプレッシャーになりますって言わねえのか。プレッシャーが今日もいいね、けんちゃんコーティング、コーティング専門店です。何かある時にね、ご相談よろしくお願いします。
それとね、今日は、こちらのクラウン、先ほど、スモークフィルムの貼り付けの方やってました。とりあえず無事に完了いたしました。綺麗になったね。うん、特に目立つエアーとかも入ってない。綺麗に仕上がりました。これも難しいんです、後ろの貼り付けが本当に難しくて。これ輪際ね、輪際はまあまあなんとかなるんですよ。輪際はなんとかなんだけど、後ろがね難しくてね。でもなんとかかんとか終わらせましたね。うちはねプロのガラス屋じゃないからさ、なんとも。まあでもできる限り、ね、できることは何でもやろうと思ってやってます。でも結構いい仕上がりです。これは今回のは大成功かもしれないね、これ。いい感じです。イチゴクラウン、こいつもね、あと車検点検かけながら、あと来週かな、再来週までには全部仕上げる予定になってますね。とりあえず、スモークフィルムの、貼り付けを依頼されてたので、スモーク貼り付け終わりました。あとね、昨日解体屋さんの方から入れてもらってた中古アルミホイールにタイヤついてるやつ、今回ね、いいのがいっぱい入ってて、とりあえずこのまま売れそうだからね。もうこの辺なんか普通にこのまま使えるよ、これ。新品のやつ、まあ新品にはかなわないかもしれないけど、でもこのままでもまだまだこれ使えると思います。これもね、まあ一応良さげな、そのまま使えそうなところをそのまま販売できるように、1万円に消費税で販売できるようにということで、今ちょっとだけ仕分けしてきました、こちら。ほんでお店の前にここのところにね、ここに中古13インチ14インチの軽自動車用の中古アルミホイールサットレス中古のタイヤついてるやつ、何セットか並べとっかなと思って。安いね、これ1万円だったら安い、お買い得だと思います。ありがたいね、本当にね。こういった動画撮っててさ、今日なんかも、先ほど森くんにタイヤの方ね、向き替えやってもらったんだけど、お客様にご来店いただいたりね、本当にありがたいね。いやー、本当仕事あることはいいことです。あとまたまだね、また使えそうなやつあるんだけど、とりあえず1回仕分けするのにちょっとずつこの辺に10セット分くらいを並べときたいね。まあなんせ今並べていきます。はい、磨きコーティングすべて完了いたしました。モードが綺麗だからね。あ、ケンちゃん、あ、どうですか、変わり映え、今日の出来は。モードが綺麗だから。モードが綺麗だ、綺麗だな。まあ、いい仕上がりだな。まあでもモードから綺麗だったな。モードが綺麗。以上、しっかりと磨きコーティングテロテロにはなってます。なってます。ただもともとテロテロでした。でもいいね、かっこいいアスリート、本当にね、いい車ですよ。傷一つないんじゃないかな。本当に綺麗。ホイールもね、磨きコーティング、あ、違う、洗浄とコーティングだね。ホイールのコーティングの方やらせていただきました。なんでホイールも鉄粉しっかりと綺麗に落として、コーティング塗り付けになってます。お、いいね、ケンちゃん。最近ケンちゃんあれじゃないの、おめえ、自分の磨いた車写真に撮る癖ができた、ついたんじゃねえのか。高級車あんまりこう入ってこないから。あんな、うちはそうだな、うちは基本低価格車専門のピースだから、ね、こういう高級車なかなかな、うちの在庫にはないからね、これね。いいね、ケイちゃん、あれがテーブルやめ、なんだなんだ、え、なんだ、でも早くバイト探してくんねえと。あれだ、ね、来てっぺ、森くん。森くん、タイヤ国家やってもらったべ。森くん、磨けるバイトの人から。いや、なかなかこの技術は難しいよ。これは難しいよ、この磨くのはね。こう簡単なことじゃないよ、これは。いや、でもいいね、テロテロです。ホイール綺麗だもんな。ホイールは変わったと思うよ、だいぶ。あの、元がね、鉄粉ついてたりしてさ、ちょっと黒ずみがあったりしたじゃん。
オイルの方はしっかりと変わり映えで出ているね。いいね、けんちゃん。とりあえずプランオッケーでーす。はいはいはい、ありがとうございました。はい、おめえが言うんだこの。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもお待ちしております。いや、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日は何しに来たんですか。今日はあのお兄さん、今日は何しに来たんですか。また突然現れて。バイク見に来たの。え、バイク。あ、バイクですか。うん、似合う。かっこいい、かっこいいです。かっこいいです。でもヘルメット置いてきちゃったからよ。ノーヘルじゃダメですからね。ケンちゃんの頭のヘルメット借りかね。おめえのヘルメット貸せ俺。取れない？あ、ごめん、それ頭だったな。まあどうぞ、あの自由にどうぞ。はい。はい、それとですね、今日、ありがたいことに、お車のお問い合わせの方がね、また頂戴いたしました。本当にね、こうやって YouTube 撮っててさ、あのね、動画見てるよとかね、あの声かけていただいたり、ね、動画の方見ててお問い合わせいただいたりでね、本当にありがたいですよ、ね。まあだからさ、まあできる限り、まあ動画の中で遠方からの方のお問い合わせだったもんでね、なかなか市場確認、なんだ、車の、現車確認かって言ってもね、こういうところからわざわざここまで来てるっていうのはね、正直になかなか大変なんで、こうやって動画をこうしながら、まあなんだ、できる限りご説明させてもらえるところは、ご説明させてもらって、やらせてもらいたいなと思っております。まあまず、とりあえずね、このエクストレイル、鑑定書の方がこんな感じで出ておりまして、8月26日の時点で、グー鑑定、鑑定協会の方より来てもらって、鑑定書をお願いしました。2003年式の5万3000キロになります。内装外装評価が3つ星、5つ星中ね。で、骨格も、修復履歴なし、期間も正常ということで出てます。こんな感じの鑑定書になってます。これね、まだあのうちの方でグー鑑定でやってるんですけど、グーの方にまだあのネットの方にアップができてないんですよ。ちょっと仕上げの方が落ち着いてなくてね、申し訳ございません。ほんで、とりあえずバッテリーが上がってたんでね、あとエンジンの方のまだ洗浄も何もやってないんですよ。まあでも音をこうやって聞けるね、問題はないです。変な異音とかおかしな感じもないです。非常にいい感じ。まあ5万3000キロの車だから、車としてはね、まだまだかなと思います。認識はね、まあ、どうしてもちょっと型落ちにはなっちゃうんですけれども、まだまだ乗れると思います。でね、ちょっと外装の傷みの方が、ございます。まあ三つ星だっていうのが、へこみが原因で、三つ星になってますね。ここだね、ここフェンダーのとこ、ここのとこね、擦っちゃったんだね、擦っちゃってんの。ここにも出てるね、鑑定書の方にも傷へこみ中ってことで出てます。板金塗装やろうと思うと、まあそんなにはひどくはないかな。このぐらいだと板金塗装も切るね。まあとりあえずこの車に関しては、まあ、この状態での販売になっちゃうかな。まあご希望であれば別途費用はかかっちゃうんですけども、板金塗装なんかも対応はできます。ここのところが一番目立つ大きな痛みですかね。でタイヤの方も、まあまあまあまだ問題ないかな。7分山、8分山ぐらいは残ってるサトレスになってますね。悪くはない。あとは、なんだろうな、特にこれといって痛みとかはないんですけど、ヘッドライトのくすみとかは、これはね、うちのあのケンちゃんコーティング、磨きコーティングやってもらいます。この辺ちょっとね、擦り傷っぽいのが若干、でも落ちそうだね。これは、外装の磨きコーティングをやった時におそらくほぼほぼ消せると思います。いいね。左後ろのあそこのへこみがちょっと致命的なのかなって感じなんだけど、まあ妥協していただくか、パンキー塗装していただくかって感じだね。まあ室内の方はこんな感じの車です。革シート、これレザーシート、革シートだ。いいね。グレード高いのかな。グレードもちゃんと見て願ったけど、エクストレール X ってナビ付きのバックモニターはついてません。まだ内装の仕上げとかやってなくてね、みんな音がうるさいね。はい、で ETC は後付けでついてます。ナビ付きの5万3000キロ。まあこれといって内装も大きな痛みとかはないです。このね、シートの破れとかも出てないから、まあ、この掃除はねすれば綺麗になります。いいね、
綺麗だ、うん、ひどい痛みはないです。こんな感じ。ピースでね、あんまりロングシャって、正直にあんまりこう得意ではないんで、私がね、あんまり四駆車の相場感をしっかり知ってるわけではないんでね、こんなに仕入れはしてないんですよ。なんつったらいいんだろうね、四駆車ってね、高いんだよね。高い。高くて、輸出の絡みとかもあっからだと思うんですけど、高いんだよ。だから、うちで取り扱いするのにね、なかなかね、値段の折り合いが合わないのが多くてね、うん、だから、あんまり仕入れはできていません、うちで。でも、このエクストレイルは、まあ、モデルはね、ちょっと片落ちにはなっちゃうんですけども、まだ5万3000キロ。まだまだだね。ちょっと左後ろの傷っていうのはあるけど。ごめんなさいね。よいしょ。はい。いいね。ボンネットちゃんと映さないかね。あ、ここもちょっとはげてるか。ここね。これちょっとはげてる。でも綺麗。車としてはトータル的には悪くはないと思います。まあ、こんな感じのエクストレイル。バッテリーとかは、全部新品に交換しての引き渡しになるね。もうバッテリーダメだからこれじゃ。あとまあ車検点検とかに関してもしっかりと全部仕上げてからの引き渡しになりますかね。まあ一応こちらエクストレイル本日ね、ありがたいことにお問い合わせ来てたもんで、ちょっと撮らせていただきました。ぜひぜひご検討ください。はい、これと今日ね、クラウンの方磨きコーティング、やらせていただいてたんですけども、ピースの方で磨きコーティングの時にやっぱり3時間とか5時間どうしても時間かかっちゃいます。その時に、こちらのピースレンタカー、これでね、代車として無料で貸し出しの方やっております、ね、一応ねレンタカー登録はしてはあるんですけど、磨きの時とかそういう時の、まあ、無料代車としてこちら登録の方してあります。ぜひ、ね、このグロリアとか20年用のグロリアターボ、これしっかり走るかんね、しっかり走る、ね、ぜひ、ね、磨きコーティングのね、その間こういう風な懐かしい車でちょっとこの辺ドライブしてもらうのもありかなと思ってこの辺の登録してみました。このセルシオの方ね、 4300cc 長々ね、カウベドモードね、4300って大変だね、税金。でもね、まあドライブしてみるのにはいいのかなと思って代車用に、まあ一応レンタカーにはしてはあるんですけど、まあちなみにレンタカーとしての貸し出し、単純なレンタカーだったら1日5000円での貸し出しですね。保険の方もしっかりと入っております。こちらこれも5000円。ピースの普通車のレンタカーは1日5000円での貸し出しになってます。まあぜひぜひ磨きの時には無料代車で貸し出ししてます。はい、まあご検討ください。いや何やってんのかな、キプレイ。ご自身の仕事は大丈夫なんですか。まだ時間大丈夫。今俺体のメンテナンスしてる。なるほどなるほどね。俺に買うな。わかりました。すごいなこれな。これすごいよ、ケンジ頑張ってやってるからね。ケンジのここに愛人から後ろに、どれ、ほんとだ、ケンジの愛人。やべえなこれ。じゃあ今度金ちゃんになんかプレゼントも来てからは。まあとりあえず、はいはいはい、これとね、今展示は磨きコーティングクラウンの方を終わらせてくれて、あと展示用の車の仕上げの方やってくれてました。なかなかね、展示の方の車が落ちてなくてね、あ、ここに行くとちょっとうるさいかな。でもね、こんな感じでやってくれてます。本当にね、働き者だ、みんな。森くんも手伝ってくっちゃね、助かってます。あとこれが昨日うちの方でご制約いただいてた AD 版ですね。たっちゃんに車検点検やってもらって、いつもありがとうございます。はい、ラベルト類とかプーリー錆びてっから、履くけど、まあ、あと様子見てない、ね、車検行って帰ってきてからもう一回見て、うん、あ、了解しました、うん、ベルトの亀裂は大丈夫、あ、OK ですね、うん、貼り付けとりあえず調整するような感じで、そうそう、福島行って帰ってきたら、はい、程よくまだ貼ってやれば、うん、プーリーの錆も取れてると思うから、わかりました、はい、はい、すいません、じゃあお願いいたします、はい、
あ、下回りのパスタードがもう全部やってもらってます。バッチリだね。せっかくだからブレーキパッドの残量もいいね。パッド残量もバッチリバッチリ。ちょっとローターは錆びるけどね、これはまあ走ってちょっとね在庫してると錆びちゃうんだね、このローター。まああとなら走った時にまあ大体削れるでしょ。こんな感じでやってもらってます。よし、いいね。いやでも助かるな、本当に助かる。ガッチリと下回り塗ってもらってます。いいな、下回りキロキロだな。これ見えますかね、この辺の。これ真っ黒キロキロ。よし、でこいつはとりあえず仕上げてもらいます。エディバーンピースで珍しく4ナンバーの商用車ですね。いや今日もね、いろんな仕事が本当にね、みんなに手伝ってもらいながらでいろいろ進んでますね。ありがたいね。で、昨日うちの方で、ね、もう動画の方に撮ってたんだけどね、このムーブカスタムももうお店の方に、ネットの方にも今日中に上がります。まあ、もう一度23年式の9万6000キロムーブカスタム、車体が30の、車検消費用全部込み込みで39万です。ソフトレスタイヤ1セット新品で出します。で、福島県内、宮城県内も陸送費無料でご自宅までお届けいたします。ムーブカスタム、ね、もう何回も撮ってるけど、もうね、これも、やっと終わったんで、ネットの方にも今日の夕方にはアップになりますね。で、あと私が、タイヤの方、中古タイヤでこのまま売れるやつもとりあえず並べ終わりました。まだあんだけどね、本当はね、もっとあります。この倍ぐらいあるね、このままで売れそうな中古のやつ。あとちょっと仕上げの時間見ながらやっていこうかなと思います。いやー、本当に今日もね、何ってことなくね、いろいろバタ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 と、今日も一日がもう終わりそうです。もう5時になるね。は本当にね、あっという間の一日。いい方だな、でもな、お客さんに来てもらって、いろいろね、相談させてもらいながら、ありがたい、ありがたい。担当もね、これも仕上げねえと分かんねえんだ、これ。よし、とりあえず、今日はあともうちょっとだけ仕事やって、また来週だね、今日もうちょっとだけやって、霧のいいとこまでやったら、あとまた明日はお休みさせてもらいます。ほんで、また来週火曜日から、いろんなことね、また車のことだけどね、まあ車屋だから。どん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 いろいろ仕上げていきます。どうぞ低価格車専門店ピース、どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。